から学生の街だった。数々の青春を知っていた。城跡の石段に星落とし本を読み涙する人もいた。そんな話をしてくれるコーヒーショップのマスターも今は僕のギターを弾いて。時の流れを見つめてる。服装や髪型が変わっても、若い子はいつの日もいいものだ。人生の悲しみや愛のこと打ち明けて、誰も皆旅立った。そんな話をしてくれるコーヒーショップのマスターの枯れた似顔絵、私は描いて。なぜか心を休めてる。